待って、上海本よりもとんでもなくいいものを見つけてしまった。これなんていう昆虫かご存知ですか？こんにちは、水君です。今日はですね、また公園の方にやってまいりました。今日はこちらの公園の方で昆虫の方で探しながら昆虫採集やっていこうと思います。それではやっていく。さあ、ということでね、今日もこちらの公園の方で昆虫採集やっていくんですが、今日はね、もう5月の中旬頃になっていますので、ラミーカミキリというね、めちゃめちゃかっこいい可愛いカミキリムシの方を採集できたらなと思っております。前回この公園に来た時はまだ発生しなかったみたいで、一匹もね、見ることもできなかったので、今日こそは見たいなと思っております。さすがね、5月の中旬になれば絶対出てきてると思います。前回ね、5月の上旬というか5月入ったばっかりだったんで、まあ出てきないのも納得だったんですけど、さすがに中旬で出てきないのはないと思うので取れると思います。皆さんにラミーカミキリお見せできますよ。ラミーカミキリっていうカミキリムシは、このね、カラムシっていう葉っぱにひっつくんですけど、めちゃめちゃね、綺麗なんですよね。葉っぱにひっつくくせに、なんかね、葉っぱとはね、全くね、全然違う色をしていて、可愛くてかっこよくて面白い昆虫です。モミジの葉っぱに上海本がついてますね。上海本が降っててくるってことはもう初夏ですね、完全に。それは言い過ぎか。上海本って春の昆虫な気がするんですよね。春よりも僕は初夏よりだと思うんですよね。初夏になると結構増えてくる、上海本っていう昆虫は。本当に上海本本当にかっこいいよね。カミキリムシみたいな見た目をして本当にかっこいいです。まあ、特徴はね、カミキリムシとの圧倒的な違いは、羽が柔らかいことと、めっちゃゲル吐くこと、あと噛まれても痛くない。それがカミキリムシとの圧倒的な違いですね。あ、待って、上海本よりもとんでもなくいいものを見つけてしまった。皆さん、この昆虫、これなんていう昆虫かご存知ですか？これラミーカミキリっていうカミキリムシです。こうね、カラムシっていう葉っぱなんだけど、この葉っぱにですね、大量発生するカミキリムシです。めちゃくちゃ綺麗でしょ、これ。僕ね、このカミキリムシね、一押しなんですよね。ルリボシカミキリっていう、このカミキリにすごく似た大型のカミキリムシがいるんですけど、そのカミキリムシに完全に、ね、劣化版みたいな感じなんですが、見てください、このカミキリムシとても可愛いでしょ。ルリボシカミキリは大型の、ルリボシの、ね、カミキリムシなんですが、ラミーカミキリは小型のルリボシカミキリですね。採集しましょう。待って、ちょっと右手で行こうかな。あっぶねー、採集いたしました。ラミーカミキリですね。めちゃくちゃかわいい。やっぱガチかわいい。もう出てきてるんだね。ちょっとこの日の当たるような当たらないような、薄い日陰みたいなところがね、ラミーカミキリはすごく好みです。まあ、日の当たりがいいところにもいるんですけど、こういうね、ちょっと日陰みたいなところの方が好きです。がっつり日陰じゃなくて、ちょっと日陰ぐらい。やったー。そしてラミーカミキリ、見てください、この顔かわいいでしょ。ほら、かわいい顔してるでしょ。もうこのカラーリングといい、お顔といい、とても最高ですね。やっぱり5月中旬にもなってくると、ラミーカミキリも出てきますね。いや、最高だな、ガチで。ラミーカミキリはね、まだいるじゃん。いる。待て。この葉っぱにおんねん、この葉っぱに。いた。写真撮ろうか、ちょっと先に。採集しましょう。よし、待てよ。ラミーカミキリはね、噛んでくるんですが、噛まれてもさほど痛くないので、がっつりね、思い切って、手で掴みに行った方がいいですよ。ここで躊躇して取れない方がよっぽどね、もったいないですからね。ラミーカミキリとかいう超いい昆虫を取れないのは超もったいないですから。やったー。前回ね、全く見れなかったからね、本当にちょっといないかと思って焦ったんですけど、いました。でもカラムシの目ってさ、こういう、あ、逃げちゃった。雲とかもたくさんいるよね。俺ちっちゃい頃あの雲に噛まれて、今もねなお噛み跡が残ってますからね、その雲の。小学校2年生ぐらいの時だと思うんですけど、クモが面白い生き物だってことに気づいて、めちゃめちゃ捕まえるって遊びは行ったんですけど、その時にね、家に出たあのクモに
パッて掴みに行ったら思いきし反撃食らってめちゃくちゃ痛くてびっくりしました。でなんか図鑑見たらなんか毒があるみたいな書いてあって、その、まあ、昆虫をね殺すため、その捕食するために毒を持ってるだけなんですけど、その意味が文面の意味は読み取れなくて、毒がある蜘蛛に噛まれたってことにめちゃめちゃ焦って一人でねトイレも行けなくなってましたけども、死ぬかもしれないっていう恐怖にね怯えながら生きてる時期もありました。この辺の葉っぱとか結構食い散らかされた跡があるから、これ多分ね、でもねこれの食べ、この食べ方は多分ラミーカミキリじゃないんですよね。そうラミーカミキリもこのカラムシっていう草をね食草にしてるんですけど、ラミーカミキリはねこの茎、この茎の中とかに卵を産むし、そこでサナギにも確かなるはずなので、こうね葉っぱ自体をねむしゃむしゃ食べるのはねまた別のイモムシだと思うんですよね。ラミーカミキリはね本当に全然その葉っぱをね食べてるのは僕も飼育を経て見たこともなかったので、多分ねラミーカミキリではないと思われます。あとねラミーカミキリを探すときにこのカラムシの葉っぱ下から見てもマジで取れないです。ラミーカミキリカラムシの葉っぱの裏に来ること基本ないので、こういう上から見ないと表にねラミーカミキリは止まってくるので、全然裏から見てもね本当に正直言って意味ないです。それはもう観察してないのと一緒ですからね。お、ヘビイチゴかな、草イチゴ、あ、これはヘビイチゴだ、よっこらせ。これね、ヘビイチゴ、ヘビイチゴっていう方のイチゴはね本当食べてもねゲロまずいし、とてもね苦いんですよね。確か酸っぱいだったかな、苦いか酸っぱいかで、もうとても食えたもんじゃないです。うわ、泡虫いるじゃん、泡虫、ここ泡虫がいます。じゃあ泡を吹き飛ばしてみましょう。はい、泡を吹き飛ばすですね、中にですねこんな感じの虫が入ってます。何虫だったかな、カメムシとかの仲間だった気がするんですけど、ちょっと覚えてないですね、申し訳ない。これなんていうゾウムシだっけな、コフキゾウムシだっけな、このクズの葉につくマジでくっそ小さいゾウムシです。サイズ感はねこれ僕の小指なんですけど、こんな感じ見えました。あ、ここにこ、あー落ちちゃった。もうそして、ね、触るとねすんごいもう爆速で落ちるんですよ。だから今もね葉っぱを触りながら観察したんですけど落ちなかったの奇跡ですね。あ、いますね、いますね、いますね、ほらこれ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 、もう見てください、このサイズ感ですよ、僕の小指とこのサイズ感、もうクソちっちゃいんですよね。ただ触ったら分かるんですけど、しっかりゾウムシですね。あとなんか花鉢がいますね。ツン、あ、お、飛ばない、ツンツン、あれおかしいな、ツン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 、よし勝った、あいつの意地でもどかないという踏ん張り戻ってきた、踏ん張りよりも俺のツンツンが勝ったわ。待って、カミキリムシがいる、おっしゃ、いや紅星じゃない、これは紅星じゃないけどまた他のカミキリムシだ、竹に寄ってきたんだな絶対に。いや材木置き場だったから絶対なんかいると思ったね。うーわ、俺の足沈没した、やった、紅カミキリじゃなかったかな、やったね、紅星ではないけど紅カミキリです。こいつもかっこいいよね、いいカミキリだ。待って、直そうと思ったんだけどもう一匹いるやん、ほい、イエーイ、もう一匹ゲット、ダブル紅カミキリちゃんですね。いや赤いカミキリムシっていいよね、見て全部で3匹も取っちゃった、やったー、待って、うわ俺炭の上に座ってる、最悪、終わったわ俺の洋服、終了のお知らせー。